こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、1984年の5月に起こった夕張保険金殺人事件という事件についてお話します。この事件、まずはですね、どういうふうに事件が起こったのか、そしてそれが発覚したのかというようなところからお話します。1984年の5月5日、子供の日ですよね。この子供の日の夜の10時50分、結構夜遅くですね、に北海道の夕張市の日高工業所という、当時炭鉱の下請け会社をやってた、そういう会社の宿舎から、火の手が上がりまして、火災が発生して、そこで働く作業員4人と、その子供2人が亡くなりました。でさらに消火活動をしてた、消防署の消防士さんも1人亡くなってます。で、ただ1人ですね、この従業員がこの燃えた宿舎から、2階から飛び降りて、で両足は骨折したんですけども、なんとか生き残ったと、いうような火災がまずは起こりました。でこの火災の原因はですね、この日は子供の日ということで、なんかお祝いみたいなのがあったんかもしれないですけど、ジンギスカンをやってまして、で、飲み会が行われてたんですけど、その日の不始末が原因なんじゃないかと、いうように当時は考えられてました。その2ヶ月後、7月に入りましてですね、ただこの火災と思われてた事故はですね、この事件へと発展していきます。というのも、この燃えたこの宿舎から2階から飛び降りて両足を折ってたのが作業員の石川清という当時24歳の男なんですけども、突如としてですね、両足を折ってたのに、病院から逃げ出しまして、で青森から警察に電話をかけてきます。で警察に電話をかけて、火事のことで話があるんやと、で俺は追われてるんやという通報をします。で火事を起こしたのは俺やと、日高という夫婦に命令されて火をつけたと。で、火事を起こして、合計7人が亡くなってしまったんだけど、子供が死んだことをずっと気になってたと、いうように、ある意味自分で警察に自首するわけなんですね。で警察はそれを元に調べていきます。すると、この日高工業所というのを経営してた日高康政という、当時41歳の男と、日高信子という、38歳の、妻ですねが、どうやらこの主犯であると。でその目的は従業員たちにかけた、保険金が目的であったということがわかります。というような、事件のあらましなんですけども、この事件のポイントはですね、実は3つありまして、1つは御社ということです。これについては後ほどお話します。で1つはですね、炭鉱事故がこの事件の大きなきっかけとなります。これについても少し後にお話します。でもう1つがですね、この北海道の夕張市、これのですね、なんというですかね、盛り上がりと衰退というんでしょうか、栄枯盛衰というんですか、このそれからその栄光と没落というんでしょうか。というのも、この夕張市っていうのは、もともと炭鉱の町として、石炭が取れる炭鉱ですね。で戦中からですね、戦後にかけて、今の10倍以上の人たちが住んでたと言われています。一番多かったのが1960年で、この時には11万人ぐらい暮らしていました。ちなみに今は7500人ぐらいなんで、10倍以上ですね。で、当時は石油よりも石炭が主力で、この北海道のこの辺りにはたくさんの炭鉱があって、そこで、たくさんの人たちが働いて石炭を取って、それを売って、会社が儲かっててですね、この町自体もものすごい景気が良かったという時代がありました。で、これ事件が起こったのが1984年なんですけども、この頃にはもう人口が6万人ぐらいだから、最盛期に比べたらもう半分ぐらいに減ってたと、かなり町としては衰退していってた時期です。
で、2つ目のポイントであった、まあ、炭鉱事故というんですけども、これはまあどこで起こったんやったかな、北炭夕張炭鉱という炭鉱がありまして、そこはですね地下3000メートルぐらいまで穴を掘って、まあ、地下にある石炭を、まあ、地上に運び上げてきたんですけども、この炭鉱の中で、まあ、メタンガス、有毒のメタンガスが発生して93人が亡くなるという、まあ、不幸な事故がありました。まあでもこの頃にはですねもう炭鉱事故が頻発してまして、まあ、日本最悪の炭鉱事故、三井家、三河炭鉱事故とかはですね、まあ、450人以上が亡くなったりしてるんで、まあ、炭鉱事故っていうのは、まあ、とてもまあ悲惨な事故だったということなんですけど、まあ、1981年に起こったのが、北炭夕張炭鉱の事故なんです。でこれで93人が亡くなってます。でこの日高夫妻というのはもともとこの、まあ、ちょっと荒くれ者たちを束ねてですね、みんなで炭鉱で働こうということで炭鉱に炭鉱夫を送り込む、まあ、そういう会社をやっていました。で、暴力団員でもありました、まあ、腕っぷしが強くて口がうまくて、まあ、なんていうんですかね、あの男たちを束ねるような能力があった、日高康政とこの奥さんが、まあ、そういう仕事をしていて、この炭鉱事故で、まあ、6人の従業員をなくすんですね。で、それで保険金が多額に支払われました、まあ、その額1億円とも言われてます。でこれに味を占めてですね、その1981年に起こった炭鉱事故で1億円ぐらいもろって、それをなんかもういろいろ旅行とかでもう使いまくってしまって、もう金なくなった。ほんなら自分とこの従業員に保険金かけて殺して、そのお金でまあ儲けようやと、で札幌になんか飲み屋でも開こうやみたいな、まあ、そんなことを計画してたそうです。でお前火つけてこいと言われたのが、まあ、当時従業員の一人であった、まあ、石川ですね。これに命令して500万やるから火つけてこいと。でジンギスカン鍋の火の不始末と思われるように火つけてこいと、まあいうことをして、火をつけさせて、まあ、合計7人が亡くなってしまったということなんですね。でただこの先ほども少し言いましたように、この石川がですね後にまあ自首しまして、この日高夫妻にも捜査の手は回ります。で実際そのお金を使ってですね散財してたみたいなこととかも分かったので、まあ、すぐに裁判になりまして、2人に対しては死刑の判決が出ます。でこの死刑の判決が出たのはですね1987年でした、日高夫妻には死刑判決で、この実行犯であった石川には無期懲役が出ました。日高夫妻はもちろん控訴、つまりまあ高裁へと、まあ、その裁判が移っていくわけなんですけども、でこの控訴審というのが1988年の10月ぐらいに行われてたんですが、日高夫妻はなぜか控訴をもうこの段階でやめますと言うんですね。これが3つ目のポイントである恩赦なんです。でこの控訴を取り下げるということは、つまり自分に対して出た判決を受け入れるということなんですね。つまりまあ死刑を受け入れます私たちはということを言いました。なぜか、まあ、両親が咎めて、まあ、自分の死によってこの罪を償おうとしたのか、実は全然違うんですね。1988年というのは、まあ、昭和天皇が、まあ、言い方悪いですけどかなり体が弱ってた時期なんです。で実際1989年に、まあ、昭和天皇は崩御、まあ、つまり亡くなるわけなんですね。でこの日高夫妻はですね昭和天皇が亡くなるのを分かってたんです。なので控訴を取り下げることで死刑を確定させる、死刑を確定させた後に昭和天皇が亡くなる、昭和天皇が亡くなると、まあ、恩赦というのが行われるんですね。実際恩赦というのは行われました。で
これによって死刑を確定させて御社によってその罪を少なくして、例えばその懲役十何年とかに減刑してもらって、で自分たちは死刑から免れようと、つまりこの控訴審を戦い続けてですね、でその間に昭和天皇は亡くなってしまってですね、で例えばその上告審までやって、最終的に最高裁まで判決が長引いて、その間に昭和天皇が亡くなってしまうと御赦が受けられないと、まあ、ある意味作戦なんですね。で控訴を取り下げて死刑が確定しました。ただこの日高夫妻の計画は、まあ、あまりうまいこといかずですね、というのも御赦自体は行われて、まあ、かなりの人間がこの御赦の恩恵を受けるんですけれども、その数はですね、実はむちゃくちゃ多いんですね。この昭和天皇の崩御による恩赦っていうのが1989年、まあ、昭和元年の2月に行われるんですけど、その対象者は1000万人と言われてます、まあ、日本のだから10分の1ぐらいの数ですね、まあ、そんなになんかこう御赦の対象になるような悪いことをしてたやつがおったんやっていうことなんですけど、まあ、簡単に言ったら軽犯罪とかも全部含むなんですけど、とか過去の犯罪歴がなくなるとか、まあ、そんなんなんですね。ただこの死刑囚に対しての御赦はこのタイミングでは行われなかったんです。なのでこの日高夫妻の、まあ、作戦はですね、まあ、惜しくもと言ってもいいのか、まあ、自業自得と言っていいのか分かんないですけど、まあ、うまくいきませんでした。で結果的に、まあ、女性としてはこの戦後4番目の死刑囚、この日高信子妻の方はなりまして、まあ、もちろんこの夫の安政も死刑になるんですけども、で夫婦2人とも1997年の8月に死刑が執行されました。旦那の安政の方は朝の10時に執行されて、お昼12時に妻の信子の死刑が執行されたというようなことです。で、まあ、この夫妻はもともとかなり波乱万丈な、まあ、人生を送ってまして、まあ、それについてはネットとかでもたくさん上がってますんで、まあ、ご興味ある方はご覧になられたらいいんじゃないかなと思います。この夫婦が、まあ、計画した、まあ、保険金殺人によって、まあ、7人の命が、まあ、失われて、自分たちは御赦によって、まあ、死刑を免れようとしたんですが、まあ、結果としてうまいこといかず、まあ、夫婦が同じ日に死刑執行されたと、まあ、そういう夕張保険金殺人事件というのが1980年の5月にあったというようなお話でございました。今日は最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。